自分が予言した通りの悪い結末になることはありませんか僕はめっちゃあったよ。はいどうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターカチです。親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います。今日のテーマは「私ってダメな母親?」てんてんてん子育てが苦しくなる認知の歪み10選です。 はい、早速ですけどこのようなことはありませんかはい、ちょっとベタな始まりですみません子どもの言動をいつも悪い方に考えてしまう子どもが心配でつい余計な一言を言ってしまう何か失敗したら自分はダメな母親やって子育て向いてないんじゃないかって自分のことを責めてしまう頭の中で思っていた悪いイメージが 実際に起きてしまう。毎日がしんどい子育てがしんどい、ね、まあ多かれ少なかれ当てはまる部分はあると思うんですけどももしいくつか当てはまることがあればそれは認知の歪みが強いい。傾向にあるかもしれないと認知の歪みとは何でしょうか 物事を自分の考え方の癖に従って解釈し、客観視がしづらくなっている状態のことを指しますと。ねえー、もっと言えば、色付きのサングラスをかけて世界を見ている。まあ、そんな感じですよね。真っ黒のサングラスをつけていたら真っ黒に見える、ね。ピンク色のグラスをつけてみていたらピンク色に見える。それがたとええー、郵便ポストでも。そうなんですよ。 郵便ポストでも真っ黒のサングラスつけてたら真っ黒に見えてしまう。そうですよね事実は赤色、ポストの赤色だけれど自分がそういう考え方を持っているそういうフィルターを通して世界を見ている子供と関わっている、ねえー、生きていると物事を悪い方に捉えてしまったりなんとなく自分のことを嫌いなんじゃないかとそういうふうに考えてしまうことがあるということ。 この認知の歪みが強かったら時には自分で自分のことを苦しめたり追い詰めたり責め立ってたりするしそして自信をなくすそしてそしてそれだけじゃなくて自分から大切な人との関係を壊してしまいこの人間社会の中では生きづらくなってしまったり子育てに問題を抱えてしまうことがあるということで大丈夫ですよ認知の歪みっていうのは多かれ少なかれみんな持ってるからもちろん僕もめちゃくちゃ強かった 今はだいぶ緩んできたけれども、えー、本日はねその代表的な認知の歪み10パターンがあるんだけどそれを取り上げながら具体的にどうしたらいいのかっていうのはね最後に、えー、少しだけ紹介していきたいと思いますネガティブな考え方をしてしまいがちでしんどいとか子供と一緒にいる時間が楽しめなくなった本来は子供は可愛いと思っているのに子供のこと可愛いいと思っているのに子育てが楽しくないと もし,くしもしかしたら、可愛いとも思えなくなった。そのような方は、ぜひ参考にしてみてくださいと、えー。この番組では、子育てのイライラや、自分責めを緩めるコツや、子供を自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録よろしくね。あ、よろしくね。今、ポチッと、よろしくね。はい。<laughs> はい。ということでね、早速始めていきましょう。これ、イントロを取り終わったら楽ですね。あの、こっからはね、もう、あの、だらーと。 いきますすいいいきたいと思います、はいえー、まずは一つ目前科・無可思行これ白黒思考とかオール・オア・ナッシングとも呼ばれてますけど要は、えー、物事を白か黒かではっきりさせなければ気が済まないゼロか100グレーじゃダメだってやつですグレーじゃったらグレーじゃったらって言ったグレーやったらもやもやして気持ち悪い。 ゼロか100かどっちかやるんやったらもう命をかけてやるやらんやったらもうゼロゼロやらないとかなんだろうな、えー、とにかく完璧主義なんですよもうかんでもね なんだろう完全にいい人もいなければ完全に悪い人もいないしでもっと言えば完全に良い出来事もないし完全に悪い出来事もないんですねいいところもあるし悪いところもあるそれが普通じゃないですかだけれども白か黒かをはっきりさせたいというそういう完璧主義的な思考が強くなったらちょっとした発言とか行動で相手のことをあの人は良い人だって決めつけたりあの人は悪い人だって決めつけたりするんですねで自分が行動した 行動に対する評価ですよ。振り返り、ね。今の声がけどうだったかなとか、自分との子供の,どうの関わりどうだったかなっていう時にも、もう0点か100点。これができていたら100点。だけどこれができていなかったら、私の子育ては100点なんだっていう風につけてしまって、まあ、苦しくなるんですねとにかく苦しくなる。 で100点を取るっていうのは、またその期待が強かったりするんですよ。いい母親,いい母親として、えー、子供に英語を教えてあげないといけないとか、絵本を読み聞かせないといけないとか、3、ね、食、えー、手料理、冷凍ご飯はダメだとか、えー、旦那さんが9時に帰ってきても、ちゃんと晩ご飯の用意をしてお風呂炊いてあげて、それから、えーえー、晩酌してあげてね、やってあげると。それがいい母親なんだと。それ以外はダメな母親なんだとなってしまうと、 やっぱり子育て、苦しいですよね,ね。毎日しんどいですよね。そうそう。そそれは自分のことに対しても自分をせそういうふうに評価してしまうし相手、人に対しても彼はあの失敗をしたからだめな人なんだあの遅刻をしたから彼はもうできない仕事ができない人なんだっていうたった一つの行動でもう全てを評価してしまう。 ねえー、去年もなんだろうなこれといった良いことがなかったために最悪の1年だったという印象を持っている、ね、例えばあのスピード違反で捕まっただから去年はもう最悪な1年だったとでもスピード違反で捕まったっていう出来事以外にもいろんな出来事があったと思うんですねもちろん悪いこともあったやろうしいいこともあったと思うんですよなのにスピード違反をしたということその1点だけ取り上げて、まあ、自分はもう 最悪この去年はもう最悪の1年だったっていうふうに評価してしまう前か昔こう白黒思考オールオアナッシングゼロか100かどうでしょうそのような考えを持つことはありますでしょうかの価値はこれだあったねあのー、試合に負けてしまったらもう僕は、えー、今までの努力は無駄なんだみたいな感じで考えてしまってやるんだったら勝てることしかしないみたいな 勝てる、勝てる試合しか,だからできなかっただから。自分が絶対に相手、ねえー、自分が絶対に勝てると思う勝負しかできなかった。まあ、それはある意味、まあ、戦略としてはいいんですよ。勝てる勝負をするというのはいいんだけれども、成長するという観点ではね、いや時には自分より強い相手とやることも必要だし、とにかくどん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 挑戦して、えー、実践をしていくということも大事なのに、自分が勝てること、成功することしかやらなかったから、苦手なことはずっと苦手なまま。 で、えー、上達していかないですね。上達しないから自分が得たい結果も得られない。レギュラーになれなかったんですよ。バスケットボールね。それはもう本当に前科、昔子負けてしまったら人生台無しだ、みたいな感じで。あの受験もそうでしたね。受験に関しても、受験不合格やったら僕の人生はもう不幸だと。もう不幸になる。だから受験に合格するか不合格か。合格したら幸せ。不合格やったら不幸。どっちを選びますか、みたいな。 感じでもどちらかしかなかった、うん。だから僕は幸せになりたかったから受験をするっていう選択をしたけどもうそういう風に追い詰められて、まあ、僕は受験をしていたっていう感じですね。前科、昔科。はい、えー。認知の歪み、2つ目。一般化のしすぎ。まあ過剰な一般化とも呼ばれてますね。 たった一度や二度起こったことでも、それがいつでもどんな時でも起こってしまうんじゃないか。どんなシチュエーションにおいても起こるかのように認識してしまうことです。でてあのー、口癖としてはいつもとか絶対とかすべて、常に、全く、決してという言葉をよく使います。ね、いつも僕はこうなんだとか、す、え、べ、ー、てこうだとか、常に僕は失敗するとか。 うん、そういうこと、そういう言葉、いつも絶対、すべて、すべて、常に全く消してっていうのを、えー、日頃の日常会話でも使うし頭の中でもそういう言葉が出てくるね僕はいつも失敗する、絶対にうまくいかない、すべ、うんえー、て大負けたらすべて台無しだとかそういうこと、うん、自分がね、例えばね、書いた絵を一生懸命書いた絵を批判されて自分には全く 全くへの才能がないと失望したり、ねえー、なんだろうな子供があママ「ママ嫌い」って言った「ママ嫌い」って言った「ママ,じゃマ,マ嫌い」って言った、ね、それに対してあもう私はもうこの子の母親として失格なんだと思い込んでしまったりね、そういうことね。そうういこと薬を飲んだのにすぐ病気が治らなかったため薬というものはどんな病気にも絶対に効果がないとたった一度のケースを一た 一般化してししてててままってここううなんだとと決めつけてしまうことどうでしょうかこんなことありませんでしょうかこれもあったわな。たった一回失敗しただけで、あ僕はギター向いてないんじゃないかとかね。うん、えー。たった一回うまくいっただけで、逆に、あ才能はあるかもしれないって錯覚したいね。まあ、良い方に捉えたら、まあ、それは悪くはないんだけど、結構悪い方に捉えがちでしたね。常にとか、常に僕はうまくいかないとかいうふうに自分のことを自己評価していたかのように思います。 はいこれが2つ目、過剰な一般化そして3つ目、心のフィルターフィルタリングですねえー、ねこの毎日生きてたらいいことも起こるし悪いことも起こると思うんですよでも、そのいいことっていうのもシャットアウトもう見ないようにして悪いことだけ、悪いことだけ焦点を当ててそこにフォーカスしてしまうことそういうことね。 人生には良いことも悪いことも両方起こるんだけどその実際にはねいいことが起こってたとしても悪い部分しか見えない例えばね友達と旅行で楽しかったはずやのにホテルの人に嫌な対応をされたそのことでそのことがあったからもう悪いところしか見えなくなって最悪な旅行だったなっていう評価になってしまうとかね、えー、子供もね、えー、試合でねいいパスをしててドリブルも良かったしシュートも決めた。 だけれども、最後、ラスト10秒でね、1回パスミスをした。で、そのパスミスをしたっていうところが、ぐわってもうすべてのかのようにね、まあ過剰な一般化にも近いんだけど、もうそこしか見えなくなって、うちの子はもうバスケが向いてないんじゃないかっていう評価になってしまう。フィルタリングね。ね。フィルターにかけるということですよ。フィルターにかけて、えー、なんだろうな、良いところ、良いところはもう見えなくなる。で、悪いところしか見えない。 見いいところしか見えなくなるとかね、あ今、合ってました。良いところはシャットアウトして、見えなくなって、悪いことばかりを見てしまうこと。これが心のフィルターですよね。まあ心のフィルター、まあ、全部ね、認知の歪みなんで、同じ認知の話なんで、どれも似てる部分はあるんですけども、少し違いますよね。はい、えー、それでは4つ目、マイナス思考。 ポジティブ要素の否定。まあ、これもフィルタリングに似てるんだけど、もう良いことがあっても良いと思えなかったり、もうすべて悪い方へ考えてしまうこと。例えばね、子供がテスト90点取った。90点取って、もしポジティブ思考やったら、やったー高得点だ前できなかったことができるようになった前この漢字書かれへんかったけど、書けるようになったよーママーってなるんだけど、マイナス思考の、ま、な、子供だったら、なんで100点取られへんかったんやろ どうしてあと10点が取れなかったんだろうなんでこの漢字間違えたんだろうというふうに悪いところばっかり見てしまう。で自分を責めてしまったり、えー、90点なんて誰でも取れると思って良いことを自分で認めなかったりするということね。マイナス思考ありませんか まあ心のフィルターと近いところがあるんだけれども心のフィルターっていうのはプラスの面を遮断するっていうことなんですけどもこのマイナス思考っていうのはプラスになる出来事っていうのをシャットアウトするだけじゃなくて良い出来事とか成功したことの価値を下げるんですよさっきの心のフィルターっていうのはねあの良いところを見えなくするってことだけどマイナス思考っていうのは良いことが起きたとしてもそれを悪いことのように捉えるってことなんですねはいここがさっきのところと違うね えー、90点取ったというのは高得点じゃないですか、それを悪い方に考えるのが、えー、ポジティブ、えー、マイナス思考である、あり、フィルタリングは、まあ、90点取った、これは良いことだと認めているんだけど、その後90点取った後にね、後に先生に怒られたと、先生に怒られたから、あ私、僕はもうあのダメな人間なんだというふうに良いところが見えなくなって、えー、悪いところしか、えー、見えない、悪いところばかり見てしまうのがフィルタリング。 まあこれが違いですよね。心のフィルターとマイナスコ。まあこの違いを覚えなさいとかはテストに出ないから大丈夫ですよ。<laughs> こういう認知の歪みがあるんですよっていうふうな理解をするだけで OK です。で、一番最後にね、こういう認知の歪みをどういうふうに緩めるのかっていうのもね、最後少し解説したいと思います。でね、まあこの番組ではね、このように、えー、親も子も楽になる緩める子育てと共にね、 えー、子供を自立させる、非認知能力を高める、えー、方法とか関わり方を紹介していますので、えー、今からでも間に合います。チャンネル登録をよろしくね。はい、えー。次行きましょうか。次は5つ目。結論の飛躍。ねえ。これ、あないこれない、まあ、根拠もないよ。誰にもわからないような将来を勝手に決めつけるんですよ、ねえー。僕は何をやっても成功しないとかね。 根拠がないんですよ、まあ、根拠があるとしても、昔失敗したからっていう些細な根拠ですよで。やったこともない、やったこともないスケボーですよ、今からやろうとしてるのは。でも、スケボーをやってもどうせ失敗するだろうなって、過去にそういう事例ないんですよ、スケボーをやったって。でも、なんかうまくいかない気がするっていう風に、悪い方に悪い方に捉えていくということ。私の将来は孤独だ、どうせ結婚できない、ね、告白しても振られる、気もいって思われるんじゃないか、ね、どうせ私はパートナーにいつか捨てられる。 私が子育てしたらこの子は不幸になる。勝手に悪い方に悪い方に考えてしまう。私が幸せな人生を送れるはずがない。そういうふうに決めつけてしまうということね。そういうことであったり、えー、相手のちょっとした発言で、 きっと嫌われてるに違いないとか、私のことを悪く言ってるはずだっていうふうに決めつけてしまう。ここもね、結論,結論への飛躍に膨らむ、えー、含まれると。ただね、相手の気持ちっていうのは、相手にしか分かんないですね。昨日、私、そういう動画にも撮ったんだけど、ね、相手のことを、ね、相手を何、なんだろう、不快な気持ちにさせたんじゃないかなとか、悪い気持ちになってないかなとか、傷つけてしまったんじゃないかなって、もちろん相手の立場に立って物事を考えることは大事だけど、相手がどう考えてるのかっていうのは、 もう,もうね、詰まるところ、相手にしか分かんないですよ、正確にはね。なので、聞いた方が早いんですよ、相手に。自分で考えることも大事だけど、考えてる時間が無駄なんですね。聞いた方が早いんですよ。あの時私がこういうふうに言ったことでもしかしたら嫌な気持ちになってないかなと思うんだけどっていうふうに聞いたらいいんですよ。ね、聞いたらいいんです。聞くことで、あ全然そんなことないよ あの時、ちょっとね、今しんどいね頭痛が、頭痛がしてるから、ちょっとねあの、不機嫌やねんって。いう風に言ったら、すっきりするわけでしょ。で、そ,それでね、あ実はあの時の、ああいう風に言われたこと気になってんねんって言ったら、あでもそれはそういうつもりで言ったんじゃないよっていう風に誤解を解けるわけじゃないですか。で、誤解じゃなくて、そういう風にね、えー、気持ちをさせてごめんねっていう謝罪もできるわけでしょ。そうすると関係は深まっていくわけじゃないですか。ね。なので、確認した方が早いんですよ。自分で想像するよりもね。 はい、これが結論への飛躍ですよね1人でか、ま、空回りしたり相手,にした相手に対して,相手に対して、ね、気まずい反応をしたりして関係性を壊してしまう傾向があるということなので、えー、結論を、えーね、自分の頭の中で想像して勝手に、えー、未来を思い描いていないかということ悪い方にねどうでしょうかはいそれでは次いきましょうか6つ目「拡大解釈を呼び」 過小評価、ねえー、ちょっとでも良くないことが起こるとあこのままではダメな事態になるんじゃないかっていう風に最悪の事態まで結びつけたり大げさに物事を捉えたりすすることです逆に良かったことに関しては別に大したことがないという風に自分のことを認めない過小評価縮小解釈をしてしまうということですどうでしょうか ねえー、子どもの点数が悪かった悪かったらそれを見てあこのままやったら学校についていけないんじゃないかそして就職先が見つからないんじゃないかそうなるとずっと家で引きこもってしまうんじゃないかし子供のことをずっと面倒見,見続けないといけないそれはダメだめだみたいな形でたった一つの出来事イベントを、ね、拡大解釈してしまって最悪の事態まで結びつけるどうでしょうか ね、友達にこんなこと言われた、あんなこと言われた、もしかしたら嫌われてるんじゃないか、嫌われてしまうと、ずっと孤独だ、自分はずっと一人で生きていかないといけない、みたいにないありませんかとか、ねえー、逆に、ね、いい成績を取って、えー、いい,い,い、ね、パフォーマンスをしたとしても、あこんなん全然大したことない、たまたまや、ね、運が良かっただけや、運が良かっただけですって言うんやったらいいですよ、あの社交辞令で。本当に たまたまうまくいった。運が良かっただけ。自分には能力がない。っていう風に過小評価して、縮小解釈して、えー、自分に対してセルフイメージを下げていくということ。どうでしょうか。ねうん、他人がミスをしても、これくらいよくあることなのにと思ったり、いい結果を残したときは、強く、えー、なんか羨ましいなと思ったりするということね。そうそうそうね。どうでしょうか。他人がミスをしたときに、 これくらいよくあることなのになーって思ったり、他人がね、いい結果を残したときには、羨ましいなって思ったりする。そういうことありませんかいや、これはね、ありましたね。これはね、なぜこういうことが起きてるのかというと、自分を守るためなんですよ。ね。最悪な事態を起きてほしくないって。起きてほしくないです。だから、防がないとって思うんですね。 防がないとって思うからそういうふうに最悪な事態を想像してそこをイメージするってことはもう疑似体験してるんですよ今そのね最悪の事態が起こってるかのように自分の中では体験してるんですよだからだからこそ子供にあなたが心配なのよとか余計な一言を言ってしまったりするんですね最悪の事態を防ぐためそれはもしかしたら子供を守るためであり自分を守るためですよねそう で縮小解釈であったり過小評価してしまうっていうのも、えー、なんだろうなここで偉そうにしたら周りからしたらあいつ調子乗ってんちゃうって思われるとか、ねえー、自分がここで自分のことを見て認めてしまったら努力しなくなるんじゃないか怠慢,に怠慢になってしまうんじゃないかというふうに思っているから自分のことを評価してはいけないと思っているんですねだから自分のことを認めない自分のことを認めないからずっとずっとセルフイメージは下がっていく自己肯定感が上がらないんですよ 自分で自分のことを認めることができないから。自分で自分のことを褒めることができないから。はい。7つ目。感情的決めつけ。ね感情的決めつけっていうのは、いわゆる感情に基づいた判断をしてしまうということですよね。はい。えー、どういうことかというと、えー、自分の感情を根拠に物事を決めつけてしまう。あの人と話しているとき、私は悲しい気持ちになったので、えー、 あ違うか。あの人と話している時あの人は悲しい気持ちになったのであ、違うか。自分でやってるかなあの人太郎君と話している時に、えー、私が悲しい気持ちになったので私のことが嫌いなのだっていうふうに決めつけたり映画が私はとっても退屈だったのでこの作品を面白いって言っている人は大嘘つきだというように自分が感じていることが事実になってるんですよ。 もしくは事実でなければいけないと思ってるんですね。自分が楽しいと思っていることは楽しい、楽しい、みんなが楽しいと思っているはずだと。自分が嫌なことは相手も嫌なことなんだと決めつけているんですね。よくこういうことは言葉があるでしょ、えー、自分がされて嬉しいことをしなさい。そして、自分がされたら嫌なことをしてはいけません。え もちろんそういう考え方もあるし多くの部分は当てはまることはあるかもしれないだけれども大前提に自分と他人は違う生き物なんですよオカッチが楽しいと思ってる山登りをあなたが楽しいと思うかどうかは分からないんですよ事実オカッチも山登り、えー、半年前までは嫌いでした自然が嫌いでしたなぜなら虫がいるから想定外のことが起こるから 想定外のここととが起きききたら、ら。今やるべきことに集中できへんからだから自分の生活から自然,と自然というものをどん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 排除して快適なせかせ生活、快適な、えー、環境、暮らしを作っていったんですね。はい、だけど今はそう自然というものをもっともっと取り入れようというふうに生きています。これだけ自分という人間も変わってるんですね。つまり自分が楽しいと思ってることが相手が楽しいかどうか分からないし、自分が嫌と思ってることは相手が嫌かどうか分からないの。 わかんないのだけどね自分の感情に基づいた判断感情的決めつけをしてしまう人は、ね、自分が感じているこの感情は相手もきっと感じているって感じてしまうんですよ。ね、そう例えば自分が人に何だろうなあれこれ質問されるのが嫌だからきっとあの人もあれこれ質問されるのが嫌に違いないと思って、ね、相手が相手がなんか困ってるのに何か困りごとはありませんかって聞けなかったりするんですね。 話しかけられると嫌なんじゃないかって考えて、なぜなら自分が嫌だから。自分が嫌だと思ってることは相手は嫌,嫌と思ってるに違いない。そんなことはないんですよ。そこで何かできることはありますかって声かけて、あ実はね、エアコンがね、ちょっとエアコンっていうかこの部屋寒いなって感じてるんです。エアコンを下げてもらえたら、いや、上げてもらえたら嬉しいんですって言ってもらえたら、あそうだったんですね。気づかなくてすいませんって言って、エアコンの温度を上げることができる。そうすると、お客さんの不快を取り除くことができるわけじゃないですか。 自分が嫌と思ってることは、相手が嫌とは限らないんですよ。自分が感じてる気持ちは相手と同じ、相手も同じように感じてるかどうか分からない。これはね、頭では分かってるはずなんですよ。人それぞれ好みが違うわけじゃないですか。さっき言ったように、山登りが好きな人もいればね、お相撲が好き,、ね、が好きな人もいる。サッカーが好きな人もいれば、野球が好きな人もいる。ね色々好みが違うわけで、分かってるはずなんですよ。 分かってるんだけど自分ごとになってしまうと感情的決めつけ自分の感情を軸に物事を判断してしまう自分が感じたことがこの世界の全てなんだと世の中の人はみんなそう思ってるなぜなら同じ人間だからって思ってしまうそのようなことはありませんかはい8つ目すべき思考 でこれはもうずっとずっと紹介してるよね。自分の中にあるこうしなければいけないという思い込みです。これは幼少期の親子関係が、まああのー、親子関係により影響がものすごく大きいですよね。人と付き合う時にはこういうようにしないといけない。人に迷惑をかけてはいけないとか、挨拶もしないといけないとか、しんどい時もニコニコしないといけないとか、助けを求めてはいけない。自分で考えないといけない。人に聞いてはいけないとか。 ね、お金を自分のために使ってはいけないとか、えー、どんな時にも貯金しないといけないとか,何や,ろか何やらかんやら世の中の生き方人との付き合い方そして自分というのはこういう人間だっていう自分,のな自分への評価そういうようなこうしないといけないとかこうあるべきだっていうそういうすべき思考で縛られていませんかってこと、ね、もちろん子供の時はそのルールに従わないと親に嫌われてしまったり親に捨てられてしまったり居場所をなくしてしまった。 もしかしたら学校かもしれへん。ね、周,りの気をつ周りに気を使って、ね、空気を読まないといじめられた。そういう経験があったから、そこで、ね、生き残るために空気を読まないといけないとか、自分がやりたいことを言うんじゃなくて、相手が求めていることに答えないといけないというようなすべき思考であったり、えー、そうせねばならぬ思考が生まれたかもしれない。だけど、だけど、大人になった今、今でもそのルール必要ですか 今ででもそのすすべきは必要ですかどうでしょうか、ね、学校の先生だったら生徒のことはすべて解決しないといけないとか、ね、母親だったら子供のことはどんなことでも分かっていないといけないとか、ね、母親だったら、ね、家族のために、えー、自分を犠牲にしないといけない自分のためにお金を使ってはいけない自分だけ楽しんではいけない子供を置いて旅行に行ってはいけないランチに行ってはいけない とか、どうでしょうかそのようなべき思考によって自分を縛っていませんかこれに関しては親も子も楽になる緩める子育ての著書の中でどういうふうに緩んで緩めていくのかこれを緩めることで親も頑張りすぎず子供ものみのみ育つそんな関わり方が見つかるんですよ、ね、はい52の行動習慣そして子供への関わり方紹介してます概要欄に貼り付けておりますので、えー、是非 買ってください緩める子育て買ってくださいはいちょっと水飲みますね今日は水です重曹クエン酸水じゃないです、はい、重曹クエン酸水もいいんですよ体にいいんだけど取りすぎたらね、えー、と重曹っていうのはいわゆるナトリウムなので塩分の取りすぎになってしまってそれはそれであの体に悪くなるのであの1日4杯ぐらいまでって決めてますちょっと4杯でも取りすぎなんですけどね 今日すでにね、もう2杯飲んでるので、えー、もうこれ以上は飲めないと思って水にしてます。はい、えー、残り2つですね。えー、1つ目、えー、レッテル貼りで。1つ目というか、9つ目だね。レッテル貼り。ラベリングとも呼ばれてますよね。まあこれも今までの話してきたことに近いんだけど、たった一度起きたこととか、その,その人の一部分だけを見て、自分とか他人にネガティブなレッテルを貼ってしまうことだと。 いうことですよねな家族の仲があまり良くないのは私がもっと楽しいことを言わなかったからだとか友人が落ち込んでるのはあすいませんこれは個人化でした <laughs> あの、ね、ラベリングはその上やったねえたった一度のミスで私はダメな人間だからもう何も挑戦できないとマイナス思考になったりあの人は恋人を泣かせてしまって いるので冷徹な人間冷たい人間違いないなどたった一つの行動によってその人のすべてその人はそういう人間だというふうにラベルを貼ってしまうということですねレッテルを貼ってしまうそれは相手に対してもそうだし自分に対してもそうです自分は万引きをしてしまったから自分は犯罪者なんだこれから先幸せになってはいけないんだとかそういうやつですそういうですね でこれはよくあるところで、えー、万引きとか、えー、喧嘩とか起こした人間が,人間が、ね、自分のことを犯罪者と認識することによって、えー、より大きな犯罪に手を染めやすくなるのと同様のメカニズムとだ,だ,だ,だということですねでそれは自分自身もそういうふうにあ自分は悪いことをする人間なんだ罪,罪人なんだ,罪人なんだ犯罪者と自分自身がそういうふうに認識することもあれば周りの人から大人とか先生とかね、えー、親から ね、あなたはもう罪を犯したんだよみたいな感じ犯罪者として扱われることでああ自分はそうなんだって思ってしまうことあるよねっていうふうに自分は犯罪者とレッテルが貼られたらそれで貼られてるから犯罪者なんだっていうふうになっちゃうんですねなっちゃうからより大きな犯罪に手を染めやすくなるというようなことなんですよそうレッテルを貼るってすごく強,強力なんですねそれは子供に対してもそうですよこの子はダメな子なんだ私がいないと生きていけないんだ っていうように、か弱き存在としてレッテルを貼ってしまうと、ね、子供も、あ、僕は弱い存在なんだ、何をやってもダメなんだっていうふうに思ってしまって、実際にその通りの行動をするようになるということ。ねえー、やりたいと思ったことでも、どうせ失敗するんちゃうと思って挑戦しなかったりする。ねえー、うまくいきそうなことでも、どうせ最後はあのー、結果出えへんのやろうなと思った途中で力を抜いてしまったりね。そうすることで、本当に結果が出ない。 その結果が出ない自分を見て、ほら、自分は、えー、結果出せないだろう。ほら、自分はうまくいかないだろうっていうふうに、えー、か弱き存在としてのレッテルがより強化されていくんですね。そう。だからレッテルを貼るってすごく強力なんですよ。子供との関わりにおいてね。だから僕たち私たちが子供に投げかけてる声、言葉かけによって、こ子供がね、子供が私はこういう人間なんだっていうメッセージを受け取ってるんですね。 あなたが心配なのよっていうメッセージは特にそうですよね。ね心配、心配される大,大切な人に、一番,し一番、ね、信頼している人に心配されている。ま、信じてもらえていないよ。か弱き存在であり、自分はダメな存在なんだというふうなメッセージが伝わるかもしれないね,ね。そう。だからどのような言葉をかけるかっていうのはすごく大事で、ね、できる限りレッテルを貼らずに。 ね、レッテルをこっちがあなたはこういう人間なんだよって貼らなかったら、えー、その人らしさが開花しやすいんですね。本来はその子はナすびなのに、あなたは人参よ、あなたは人参よって言われたら、人参のように育たなきゃ、人参のように育たなきゃ、でもなんか紫色になってる。自分はダメなんだっていうふうに評価してしまうかもしれないよね。ね、醜いアヒルの子じゃないけど、アヒルじゃなくて、白鳥として生きたらいいじゃないですか。にんじんじゃなくて、 その子がスビなんだったら、スビとして育っていけばいいでしょ本来のその子の力、才能を発揮する,のはするためにはね、レッテルを貼らないことが大事ですよねその子その子は本来。その子が本来生きてきた、本来備わってきたその力を発揮するためには、その自分の力を発揮して生き,生きてきた時に楽に生きていけるわけでしょで高いパフォーマンスが出せるわけじゃないですか。 人参は人参として生きた方が、なす日はなす日として生きた方が、お相撲さんはお相撲さんだからこそ、自分の土俵で力を発揮できる。サッカー選手として育てられたら、ダイエットさせられて、自分の本来の力が発揮できなくなる。パワーが出ないからね。そう。なので、どんな言葉をかけるのかっていうのは、子育てにおいてもすごく大事ですね。はい。それでは、それでは最後ですね。個人化。自分に一見関係のないことでも、 全部自分のせいなんだ。自分が悪かったんだ。自分が母親だから子供がこのような問題を犯したんだ。というふうに自分の責任に結びつけてしまうことです。どうでしょうかそのようなことはありませんか家族の中があまり良くないのは私がもっと楽しいことを言わなかったからだとか、ねえー、子供が落ち込んでいるのは自分が励まさなかったからだとか 子供が学校に行かなくなったのは、私の育て方が悪かったからだ。というように、えー、悪かったこと、良くなかったことを全部自分の責任にしてしまうこと、ね。そうして自分のことを非難してしまう。そして自分の力を自分自身で奪っていく。このようなことはありませんか まあこういういね、今、認知の歪みを紹介していて、その一つが個人化なんだけど、こういうことをどうやって緩めていくのかってことですよね。まあ、個人化に関しては、本当にそれは自分だけの責任なのかということを見つめ直すことが大事ですね。そもそも、えー、子どもの問題、子どものすべての問題がすべて親の責任だと思います本当にそうなんでしょうかどうでしょうか、ね、そういうことも考えてい,ただいくことが必要ですね。 はいということでねここまではね子育てが苦しくなる認知の歪みを10個紹介させていただきましたここからはねその認知の歪みを緩めていくためにどうしたらいいのかっていうことねいろんな方法があるんだけどもそのいくつか3つぐらいを紹介していきたいと思いますはいということでねまあ、その前に簡単にねちょっとここまでのとこまとめていきましょうか えー、子育てが苦しくなったり、えー、自分に対して自信がなくなるであったり自分のことを責めてしまうとか頭の中で起こってた悪いイメージが実際に起きてしまうとか子供が可愛いと思えないとかね、えー、子供が心配でつい余計な一言を言ってしまうとかいつも悪い方に捉えてしまうこれはもしかしたら認知の歪みが強い傾向にあるかもしれないということ。 ただね、この認知の歪みっていうのは、歪みっていうのは、多かれ少なかれみんな持ってるんですよ。みんな持ってる。みんな持ってるんだけれども、それが子育てに影響していたり、子どもとの関係性、家族との関係性、職場との関係性に影響していたり、日常生活になんかこう悪い方向にねつな、えー、がっていくようなことであれば、それは少しずつ少しね、修正していくこと、緩めていくことも大事だよねっていうことでしたね。いろんな認知の歪みがあります。前科、昔こうとか。 もう、0か100かしか考えられない、もう完璧主義的な考えであったり、1回悪いことが起きたら、もうそれ全、すべてダメな方、ダメなんじゃないかという風に捉えてしまうね。えー、そこでね、芋を掘りし、楽しかったし、お菓子楽しかお菓子美味しかったし、弁当も楽しかったし、バスでカラオケしたのも楽しかった、でも一番最後、バスを置いたときに、犬の糞を踏んでしまった。 それを踏んでしまったからもうその遠足は最悪だったというふうにあのの評価してしまったりねまあレッテリバリっていうこともあったりねえ自分の感情、自分がか自分がなだろうなえ人に誘われなかったら嫌な思いをするから友達も誘わないといけないって言ってね僕はね結婚式誘ってほしくないんですよ。 だけど、ねあのー、自分の中で誘われないことは辛いことなんだって思い,思、ね、思い込んでしまって結婚式どうって誘っていきたいね,僕にね、僕にね。そういう風に自分が感じたことはもう世の中の全てなんだ。自分が嫌なことは相手が嫌なことで。自分が嬉しいことは相手が嬉しいことなんだっていう風に決めつけてしまったり、そうすることで相手との関係が壊れてしまったり、ギクシャクしてしまったり。 一つ起きたことを拡大解釈して最悪の事態を想像してしまったり、いいことが起きたのに、これはたまたまだっていうふうに過小評価するなどなど、いろんな認知の歪みを紹介しました。まあ、その認知の歪み、ね、共通することはあるんですけど、あ共通するというのはね、それぞれにに似てますじゃないですか。似てるじゃないですか。同じような、ね、話なんですよ。認知の歪み。同じ認知の話をしているんですけどねで。それぞれね、1から10、それぞれの解消方法はあるんですけども、この認知の歪み、まあ こういうプロセスをやったら、えー、緩んでいくよっていうことをね、紹介したいと思います。今からね、ここからですよ。で、これ話し出すと、1時間ぐらいになるんですよ。本当は5つとか6つとか10個ぐらいプロセスがあるんですけど、あるんですけど、それをちょっと無理やり3つのステップにまとめて、まとめてだからギュッて凝縮して、その3つのステップで認知を歪んでいくっていう、ゆあ認知の歪みを、えー、とこう緩めていくっていう話をしていきたいなと思います。もう結論言いますよ。3つのステップ。 はい1つ目、認知2つ目、感謝3つ目、構築です認知、感謝、構築この手順で自分自身の頭の中にある認知の歪みを手放していく緩めていくということをやっていこうと思っていますこれをね今から解説していきますまず認知これも読んで字のごとく自分の認知の歪みを認知するということです気づくということです、ね、それはもうどうでしょうか ここまで紹介し,たし,してきましたよね。代表的な10個のパターン。それを聞いた中で、あこれ当てはまってるっていうの、あったあった、ね、子供との関係でうまくいかないときとか、なんか自分がもやもやするときとか、苦しいなって思うとき、どうでしょうかこの1から10のパターンが出て,くる出ていることはありませんか そういえばマイナスに捉えているなとかそういえば結論を飛躍させているなとかそういえばあの人はこういう人だうちの子はこういう子だっていうふうにレッテルを貼っているそんなことありませんかまずはそれを気づくことが大事ですなので,、えーね、なので何回か、ね、この放送を聞いていただいたらあこれあるわっていうことを、ね、認知できます、ね、まずここです,、まずここです どんんなななここととででも気づかないいには始まらないんです、えー、セルフアウェアネスとも言われていますけど、自己理解。自分のことを理解する。自分とつながる。ここがね心理学において、そして自分で自分のことを幸せにするためには最も大事な、最も最初にするポイントです。自己理解です。はいセルフアウェアね。気づくということです。認知するということですね。はい、でその上で2つ目。感謝する。ねーこれが結構難しいです。 感謝というのは、自分の認知の歪み、認知のゆ歪み、歪んでる自分が自分,自分の、ね、頭の中にいるとして、ちっちゃな自分が頭の中にいるとしてね、その自分に感謝するってことなんですよ。その自分を否定するじゃないんですよ。そういうふうに考えてる自分をダメな人だっていうふうに否定しないってこと。完璧主義な自分はダメなんだ。ネガティブな自分はダメなんだ。 マイナス思考に捉える自分はダメそうやって子供に出てるはる自分なんて最悪だっていう風に否定しない感謝するんですこれがすごく大事なんですよ、ね、これこのステップなんですねまず自分のことを自分がこういう考え方をしているということを気づいたらその後になぜそういうふうな考え方をしているのか何から自分を守っているのかそういうふうに完璧に、ね、考えることで完璧に考えることで、えー、周りの人に怒られたりする機会を減らしているとか えー、人の役に立つ、人に役に立たなければと、と立たなければ自分は、えー、生きていけないって考えることで、えー、居場所を失わないようにしているとか、居場所を,居場所を失うというリスクから自分を守っているとかね、そう、この認知を歪めてるのは、何らかの形で自分を守ってるんですよ、自分のために認知を歪めてるんですよ、これ、すごく大事なんですね。 自分のために認知を歪めている、頑張っている自分がちっちゃな自分が頭の中にいるんですよ。その自分を否定していたら、その子は永遠に反発し続きますよ。対話ができないんですよ、自己対話が。前に進まないんですよ。アクセルどんだけ踏んでもブレーキ踏むんですよ、その子が。それをやったら失敗するんちゃうって。ね嫌われるんちゃうって。ブレーキ踏むんですよ。対話しないとだめなんですよ。そのちっちゃな自分に。自分とね。そう。 このの認知の歪みこういうふうに認知を歪めてる自分がちっちゃな自分が頭の中にいるとして頭にいるとしてその子は何から守ってるんですかそれを聞いてあげる聞いた上で感謝するあなるほどあなたは周りから嫌われることを防ぐために頑張ってくれていたんだねとかえ、えー、居場所を失わないように前科・思考で完璧にやらないとってしてくれていたんだねって。 ねえー、子供を幸せにするために、ねえー、この子は、なんだろうこの子、この子に失敗してはいけない、子供を傷つけてはいけないと思ってるから、あなたが心配なのよと、このかわき存在としてレッテルを貼ってるんだねっていうふうに、何から私を守っているのかっていうのを言語化して、ありがとうって感謝すること、ね、感謝することで、緩むんですよ。だって、頑張ってる自分を否定してたら、自己否定、自己否定、自己否定。 その状態で自己肯定できるはずがないんですよ、ね。そうなんです。だからそういうふうに認知を歪めている自分がちっちゃい頭の中にいるとして、ちっちゃい自分がね、その子は自分を守るためにやってる、自分を幸せにするためにやってる、頑張ってる、一生懸命やってくれてるんですよ。その自分に何から守ってるのな何,何を何どういうふうに、どういうふうに傷ついてるの 昔あったイベントかもしれへん。お父さんに言われたあ、お母さんにあんなことされた、そういうこともちゃんと、ね、聞いてあげて、悲しかったんだね、つながったんだね、こういうことから守ろうとしてくれてたんだね、ありがとうって感謝すること。そうすることで、ちっちゃな自分とようやく対話ができる状態になる。その状態で3つ目、構築です。しっかり自己対話をして、そのちっちゃな自分と自己対話して、ね、じゃあ、 このような事態では、このようなケースでは、どういうふうに考えたらお互いが納得できるかなと、どういうふうに考えたら我々が幸せになるのかなというふうに、その認知の歪がみ、まあ、認知の歪みちゃんって読みましょうか、今は。その認知の歪みちゃんと対話をして、お互いが幸せになるような考え方を作るということ、構築するということね。ねか弱き存在というふうに子供を見なすんじゃなくて、ね えー、子供ができることはこの子はできるっていうふうに見なすのはどうだろうただ命の危険があることは親が積極的に介入するこれだらとどうだろうっていうふうにねお互いが納得できるように認知の歪みちゃんと対話をしながら新しいルール新しい考え方を構築していくことそして構築してそれを日常の中で実践していくこと、ね、そうすることで少しずつこの認知の歪みが 緩んでいって、新しい考え方認知のパターンというのが頭の中に組み込まれていくということです。 はい。これがね、認知の歪みを緩める。そして手放していくための3つのステップです。まずは、認知の歪みに気づく。この1から10のパターンで、自分が陥りがちなパターンってありますかということ。それに気づくということが1つ目。2つ目は、その認知の歪みちゃん。認知の歪みちゃんは何から守自分を守ってくれているのか。しっかり、えー、自分と対話をして、えー、自分に感謝する。ね、ありがとうねって。完璧主義な自分はダメなんだ。ネガティブに考える自分はダメなんだ。 っていう,ふうに自分を否定するんじゃなくて感謝をするということそしてその上でその認知の歪みちゃんと対話をして、ね、新しいルールを構築して実践していくということこのステップで認知の歪みを緩めていきましょうということでございますはいそれではね最後にここまでのストーリーをまとめたいと思います まあさっきもね少しまとめましたけど、今日はね子育てが苦しくなる認知の歪みっていうのを紹介しました。今、子育てが辛いのも、子育てがうまくいかないのも、子供との関係がね、えー、あまりうまくいかないのも、もしかしたら認知の歪みが強いかもしれません。強いからかもしれませんということですね。認知の歪みっていうのは、いわゆる思考の癖です。思考の癖。 物事、起こった出来事を自分の考え方の癖に従って捉えて解釈し客観視がしづらくなっている状態のことを指しますということね色付きのグラスをかけて世界を見ているってこと、ねえー、真っ黒のサングラスで子供もを見たらあ,あんた黒いなって事実は肌色なんですよあんた黒いなってでも自分がそういうふうに考えているからそのように物事を捉えてしまうんですね、はい でこの認知の歪みが強いと、時には自分で自分を苦しめてしまうし、えー、家族との関係、子供との関係を壊してしまうこともあるということ。なので、えー、子供との時間を楽しむためにも、穏やかな時間を暮らし、えー、過ごしていくためにもね、この認知の歪みを緩めていくこと、そして手放していくことが大事だよねという中でね、えー、まずはその認知の歪み、どのようなパターンを持っているのかを気づきましょう。認知するということですね。認知の歪みを認知する。これがステップ1。 でステップ2が、認知の歪みちゃんと対話をして、えー、何から守ってくれてるのかなというところでね、えー、それをちゃんと聞き出した上で感謝をする。まるから守ってくれてありがとうってで。その上でね、じゃあこれからはどういうふうに生きていくと、どういう関係性を作っていきたいっていうふうにね、新しいルールを作っていくということ。ねえー、構築のステージですね。そして作って実践していく,いく中でね、自然体で子供と関われるように。 自然体で楽に毎日を過ごせるように。そういうような生き方、暮らし方、子育てを作っていけたらいいのかなと思っております。まあ、この番組ではね、こんな感じで親も子も楽になる緩める子育てを紹介してますので、えー、明日も聞いてもいいかなと思っていただいた方はチャンネル登録よろしくねで。タイトル見てね、あんまり自分に関係ないなと思うことでも、どこかしら絶対に繋がってくるので、えー、タイトル見て,見て関係ないなと思っても、 ちょっと聞いてみてください。あの、真剣に聞かなくていいから、作業をしながら、家事しながら、ね、通勤しながらとかね、えー、何々しながらの作業系 BGM として、えー、かけていただいたら OK です、えー。テレビにね、このスライドを、ね、YouTube バンって流しながらね、えー、洗濯物畳むとか、そんな感じでも OK なので、えー、自分のペースで、えー、楽しめるような形でね、えー、このゆるめる子育てラジオを使っていただけたら嬉しいでございます。はい、嬉しいでございますって、変ですね。 まあいいいじゃなでですかでね今回は認知の歪みの緩,みか緩め方を紹介しましたけど、これをねさらにがっつり解説した動画26本を、ね、公式 LINE で、ね、発信してます。認知の歪み、自分の中に作られたこうしなければいけない、ああしなければいけないという心の癖とか行動パターンとか考え方の癖ですね。それから僕は人生脚本というふうに表現しています。まあ、僕が表現しているという,よりもいうよりもそういう心理学があるんですよ。 人生脚本に従って僕たち私たちはこの世界を見てそして子供と関わっている人生脚本を書き換えることで世界の見え方捉え方が変わってくる子供との関係性も変わってくるということその人生脚本をね書き換えるための26の動画それを公式 LINE で無料でプレゼントしてるから、えー、概要欄をチェックして、えー、ぜひ登録しておいてくださいね はい。ということでね、少しでも参考になった方は、えー、なんだろう、高評価ボタンとか、いいねボタンとか押していただけたら、大変励みになりますので、えー、そこも、そのあたりもね、合わせてよろしくお願いします。はい。ということでね、今日はこんな感じでしょうかね。I am a star, you are a star。自ら輝けば、世界はさんさんと輝く。ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。もう一本取れそうやな。エネルギーが。 ありえまてますどうしよう